ハーバート・バデリーは、イギリス・ロンドン市内ブロムリー出身の男子テニス選手。1890年代のウィンブルドン選手権で、双子の兄であるウィルフレッド・バデリーと共に、バデリー兄弟として活躍した。弟のハーバートはシングルスでは、兄ほどの顕著な成績はなかったが、ウィルフレッドと組んだ男子ダブルスで4勝を挙げた。ウィンブルドン選手権の文献資料によれば、1890年に、 兄のウィルフレットが男子シングルスのベスト8に入った時からバデリー兄弟の活動が始まる。翌1891年、ハーバートとウィルフレットは兄弟ペアとして男子ダブルス初優勝を飾り、アイルランドペアのジョシュア・ピムフランク・ストーカー組を6から1、6から3、1から6、6から2で破って優勝した。二人は1892年に連覇を逃したが、 1894年から1896年まで3連覇を達成する。1897年の男子ダブルス決勝でバデリー兄弟組はレジナルド・ドハティとローレンス・ドハティのドハティ兄弟組に4から6、6から4、6から8、4から6で敗れ、双子の兄弟は1897年を最後にウィンブルドン選手権を引退した。こうして、 バゲリー兄弟の時代が終わり、レジナルドとローレンスのドハティ兄弟の時代が始まった。シングルスでのハーバートは、1894年から1896年まで3年連続のベスト4が最高成績だった。その間、1895年の準決勝が、ハーバートとウィルフレッドの兄弟対決のカードになり、ハーバートは、 兄との準決勝を戦わずに棄権したことがある。ウィンブルドン選手権から引退した後、バデリー兄弟は二人ともフランスに住み、ハーバートは1931年7月20日に、フランスカンヌにて59歳で死去した。初期のウィンブルドン選手権では、3組の兄弟テニス選手が顕著な活躍を見せた。1880年代をリードしたウィリアムとアーネストの連勝兄弟。 ウィリフレッドとハーバートのバデリー兄弟、レジナルドとローレンスのドハティ兄弟である。連勝兄弟とバデリー兄弟は双子の兄弟としてテニスの歴史に大きな足跡を残した。ありがとうございます。